右寄りです。定位置よりもかなり前に来ています。ワンアウトランナー三塁、4球目を投げました。スライダー打ちました。ホール一塁線の右、ボールカウント2ストライク2ボールです。内野はこれ前進守備になってますね。うん、そうなんですね、はい、もう1点もやらないというのが守備体系ですよね。確かにまだ序盤とはいえ、ファイターズの投手力を考えるとホークスサイドも3点目は与えたくないという守備陣形です。ファーストズレータ、セカンド本田、サードはカブレラ、ショート川崎、この4人が前進守備。セカンドの本田がかなり右に寄っています。バッター3番の小笠原、ワンアウト3塁です。ツーツーから最後5球を投げました。打ちました。セカンド左に抜けます。ライト前ヒット。3塁ランナーがサード切ってホームイン。前進守備の本田の左横を抜けました。小笠原ライト前タイムリーヒット。3対0、ファイターズに3点目が入りました。右に寄っていた本田も左を抜けました。まあ、前進というのはものすごくヒットエリアが広くなりますのでね、はい、あの辺の判断というのがね、まあ、本田が若いということも一つあるでしょうしね、やっぱ野球の怖さというのもありますよね、一つね。そうですね、だから打者走者の足とか走者の足とか頭入れてやっぱ守ってやっぱ指示をするというのがね、はい、一つこれ基本ですけどね、ワンアウトランナー一塁、3対0、ファイターズ3点リード。バッター、関野、第1球、3塁、ワンストライクノーボールです。田辺さん、はい、三塁側、その関野の初回のタイムリーなんですが、はい、打ったのはまっすぐですと、で、荒垣の投げるテンポが速すぎて、ちょっと構え遅れちゃったよということですね。なるほど。ただ、ファンの時からさ、カメラの下で、これで先球抜けされてよかったよということでした。はい。ワンナスピンに投球、2球目、2球を取りました。3塁、2ストライクノーボールです。あんまり飛ばないような方向にボールが出てくれた。まあ、このままですけど、あっち向いてこいっていうような感じのバッティングでしたよね。ちょっとびっくりしたサードのカブレラが、こちらもちょっと構え遅れて、足元を抜かれました。1回、レフト前タイムリーヒットを打っています、4番の関ノール。3対0、現在はファイターズ3点リード、3回の表。第3球、打ちました。三遊間の間抜きました。レフト前、1投。今度は綺麗に三遊間を破りました、関ノール。ワンアウトランナー二塁一塁です。さあ、藤原さん、はい、この荒垣が3回、バタバタとヒットを打たれてますね。そうなんですね。これで3点差になりました。本当やっぱり初の戦は積極的にって言いますかね。はい。ずっとやっぱ、ほとんどまっすぐ打たれてますよね。ですね。だからやっぱスライダーがやっぱりストライク取れないと言いますか。はい。カウント球がどうしてもまっすぐ、ちょっと勝負球がまっすぐになってしまってますね、今は。ですね。だから意外と、日本ハム打線は絞りやすい投球内容じゃないでしょうかね。まあ、いくら150キロを超えるまっすぐがあるとはいえ、うん、もうまっすぐが来るぞと分かっていれば、ある程度も対応してきますかね。そうですね。今ほんで、まあ、少々150キロのまっすぐぐらいだったら、もうほとんど対応できますんでね、今のバッターはね。はい。今杉本ピッチングコーチが一旦マウンドに行きました。内野陣も集まっています。もうすでに顔のあたりは汗びっしょりです。背番号18番の荒垣、そしてね、荒垣も焦りはあるんですよ。今は敵の中がツーナッシングですからね、本当ね、早く勝負したいっていうのは分かるんですけどね、はい、もうちょっとこう幅広くしてもいいですかね。そうなんですね、この単調になってますね、はい。女性的バッターの筒に今日5番で起用されています。高橋真嗣が入りました。ワンアウトランナー二塁一塁です。3回の表ファイターズの攻撃、1球目を投げました。まずアウトコースで空振り、ワンストライクのボールです。外に今のはカットボールでしょうか。1球目空振り、ワンストライクのボールです。今年はこのカットボールやフォークボールも交えるようになりましたピッチャーの荒垣です。3対0ファイターズリード。2球目を投げた。カットボール空振り。ちょっとこのカットボール使い始めますね。使うのはいいんですけどね、はい、やっぱりこれハムがもうちょっとやっぱ真っ直ぐインコースバッターに対してですね、はい、もうちょっと村本を攻めないと窮屈になってしまいますね。ちょっとアウトコースいってみますかね。こんな感じですね、はい、ワンアウトランナー二塁一塁です。ピッチャーの荒垣3球目を投げました。ライダーアウター三遊間ゴールに決まってる。スパイク2塁ランナー3塁蹴ってホームに帰ってくる。ボールはレフト松永バックホームすぐタッチができません。ホームインバッターランナー2塁へ。今ボール2塁送球しますがタッチはできません。もう1点追加、4対0、ファイターズ4連打。
対0に変わりました。今2球で追い込んでから最後何ですかね。それなんかなんか出ないでしょうかね。結局藤原さんおっしゃる通りインコースは1球もなかったですね。ほとんどアウトコースですね。はい、従って踏み込まれて今も追い込んでいたんですが、ちょっとバッティングされましたね。強い当たりをレフト前に運ばれました荒垣です。さあファイターズの猛攻が続きます。3回の表4対0とリードして、なおワンアウトランナー2塁3塁、ダイヤは再び前進守備です。バッター新庄1球目を荒垣が投げた。左打ち方正解が出た。センターライト3塁ランナー今ゆっくり荒垣見つけた。3塁決定ホームリーや3塁回ってストップです。もう1点追加5対0ファイターズなんと5連打。新庄も続きました。今新庄が1塁ベース上で真っ白な歯を見せました。荒垣がめった打ちを食らっています。3回の表打たれたのも今最後カットボールでしょうか。ちょっといっぱいなんですけどね、うまく打たれたら打たれたんですけどね。はい、それといえばちょっとやっぱボール高いですかね。ただちょっとこれファイターズの勢いが止まらなくなってきました。そうなんですね。先ほどねピッチングコーチは行きましたけどね、はい、ちょっと勢いついてますよね今はね。そうですね。荒垣が非常に苦しい投球になっています。ファイターズはもう一気多勢の攻撃です。この辺でやっぱりインコースは攻めていかないと、はい、今のままですと今もスライダーの外なんですけどね、体勢が崩れてもやっぱり勢いがあるだけでいい当たりはしていますよね。はい、バッター6、7番の稲田1球目を投げました。直球打ちました。レフトフライです。さあ犠牲フライになるかどうか。レフト松田が構えています。ボールを取りました。三塁ランナーは立ち上がるスタートを切る。ボールは中継ショートからバットを返ってくる。タッチはフェイク。ここまでは7月18日のライオンズ戦5失点というのが最多失点でした。これを上回る事故今シーズンワースト3回途中で6失点という荒垣です。いやこれしかしボックスサイドからすると予想外の展開ですね。予想外もいいところですね。バッターはアウトカウントを出して、はい、この辺からですね。そうね、あれもう2ストライク追い込みましたからね。はい、バッター8番の川島さん1球スライダーもノーストライク1ボールです。今初球を勝った事故でそれ打たれますよね。はい、ここはゴロでも打たせてゲッツを取ろうかという気持ちは全然ないですよね。そうですね、もうただ投げてるだけというそういう雰囲気ですよね。ワンボールから投球今度が2球目ツーアウトランナー1塁です。2球目を投げました。インコース打った。ノーストライク1ボール。まあ、それと今日も三振は2回までに2つ取ってますし、荒垣はいい時というのはある程度追い込んで狙って三振も取れますよね。そうなんですね。大体1イニング1つずつはやっぱペースとしては取りますからね。はい、三振が取れないっていうことはちょっとやっぱキレが悪いということも一つ言えますよね。2回は三者凡退でした。この荒垣3球目を投げました。直球3球目のワンサライト今もほとんどアンプも推薦等ですかね。そうですね。ちょっとこれ山崎の配球もありますが、なると思いますね。まあ、これだけ連打が続くとある程度キャッチャーのリードも出てきますよね。これはやっぱテンポもあるしですね、流れがありますのでね、はい、6対0のファイターズリード。第4球はスライダー空振り2ストライク2ボールです。まあ、この辺も一つのこの人の山崎の課題は課題になるんですね今年は。はい、今年は的場もマスクをかぶってますが基本的に斉藤和美の時専用という感じで、それ以外はこの山崎がマスクをかぶっていますコースです。2アウトランナー1塁バッターボックスは8番川島。2-2から5球目を投げました。インコースカットしてファウル。止めたバットに当たりました。ボールカウント2ストライク2ボールです。今引っ張りたねインコースでね、頑張ってね。はい、やっぱあのボールをもうちょっと投げないといけないですね。はい、ちょっとこう山崎のリードも、まあ、丁寧にと言いますかね、安全にという感じもあったんでしょうか。まあ安全ですね、丁寧にという
ゲームは現在4回の表阪神攻撃中です。橋本から1球を投げました。打ちました。ファール。バックネットに当たっています。ワンタッチ。右の打席には9番のセンター山崎が入っています。得点は6対0、守るファイターズリード。さあ大量リードをもらいました橋本。3イニング目のピッチングです。ワンタッチになる。特急台1球山崎投げました。打ちました。ショート正面のゴール。もともと金子がショートして取りました。1塁に投球を重ねてアウト。ワンアウトランナーありません。3回の裏ホークの攻撃です。打順はトップに返して大村です。橋本はここまでに打たれたヒットは1本です。ブレーキやって打たれたヒットが2本です。カブレラとジデータに1本ずつヒットを打たれています。奪った三振が1つ。フォアボールはまだありません。橋本3人ずつ目に入っています。ライトランにホームラン入っています。ホークスの攻撃2巡目に入ってきました。3回です。ワンアウトランナーなし。得点6対0、守るファイターズリード。第1足もかなりました。ノーストライク1ボールです。6点のリードをもらって橋本のピッチングですね。はい、そうなんです。まあ、6点はね、本当に心強いと言いますか。第2球を投げました。変化球打った。高く上がった打球、ライトスライド。今日ライトは森本です。ライン方向、先に落ちていきます。